こんにちは、トコチャンネルです。今日は、Java ファイルを作っていきたいと思います。私のね、ハードカバーの作り方です。他にもね、軟質カードケースを使ったり、クリアファイルを使ったり、いろいろ作り方はあるとは思いますけども、ごくごく一般的なハードカバーのジャバラファイルを作っていきたいと思います。まずは老眼鏡は冗談で私がいるだけで、まずいるものは下からいくと画用紙、厚紙、見えてない、ね、名前ね、画用紙、厚紙、デザインペーパー2枚で、足りないかもしれないんで、余分に同じ柄があるの用意しといて、予備に用意しといてください。いつも作るのとちょっとサイズ変えるんでね、足りるかなって思ってるんですけど、で、あと両面テープが5ミリと15ミリで、折り紙で、これはマグネットホックなんですけども、これ持ってないわって言われる方、玉紐でも大丈夫です。なんなら割りピンでも大丈夫です。私はこれが好きなんでこれでやります。玉紐にしようかな。玉紐作るのめんどくさいし、気が向いたら玉紐に変えるかも。多分ね、一部二部と分かれると思うので、いっぺんにねやっちゃうとアーリーってなると思うんで、あ、それからカッターナイフ、ハサミ、言うたっけ、定規、あ、ちっこいもの定規で、あるといいのがピンセットとネイルドとペンを落としながら説明するんだって。ちゅうことで、いつものごとく撤収します。これ使います。表記するのめんどくさいです、すいません。テロップ入れるの大嫌いなんでごめんなさい。テロップ嫌いのとこです。まあ見とれば大体いいね。見ながらいきなり作るって、そんな無謀なチャレンジ初めての人だと思うで、一回見てから作ると思うで、必要なのも分かると思う。あ、これ1枚しかないわ、厚紙1枚って言っても、私これ予備がさ、いっぱいあるのかって。待って。まあ、でっかいのはこれで取るしかないんやけど、ちんまいのこっちで取れるけど、まあ、どっちみちちんまくなるで、今日はでっかいのでいっぺん取ってみようと思います。で、まずは折り紙。あ、忘れとった。両面テープ。あ、間違えた。両面テープじゃないわ、マスキングテープ、あ、どこへ、どこへ、マスキングテープ入れます。いつもこの辺にカメラだけど、今日近いな。これ入れます。あ、そっか、私に近くしたよな、自分で知っといて忘れた。マスキングテープ入れます。そしたら折り紙はポケット作りたいだけの数よろしく。2枚で1セット。こういうね、2枚で1セット。で、私は、もう全部8枚、4種類あるで、2個作るんで、4枚ずつ出します。出しますって、なんか4枚きれいに出るもんな、これ。これ3枚やった。はい、もう一丁、もう一丁、4枚、次4枚、1、2、3、もう4枚か、ももちゃん、そうそう、マステはね、なんでもいいんやけど、
この柄ごとに合わせるよりは統一した方が横から見たとき綺麗に見えるんで、私はそうした方がいいと思います。なのでね、これレモンだからレモンにしてみた。単純明快現象。あ、ちょっと待って、パソコンの画面が見えやん、パソコンの画面見えやんとやると。で、折り紙を用意したら5ミリを使います。まず何していくかっていうと、トン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 、よいしょ、靴どけといて、作業場所用意しといて、裏向けてこう置いて、こう置いて、で5センチのところで私は折りやす、折りやす、折りやす、ビャンと、とりあえず折っていくわ、これ使わずに。とりあえずじゃんじゃかじゃんじゃか折ってってください。ね、あ、これをね、あのカットせずにダラダラいくのが私の主義。いやだってさ、はいできましたって言われたらえぇーってならへん、今作ってたやんみたいな。私もショートカットされてさ、しかも作業手順がまでもショートカットされとるとさ、いいって最初の頃になっとってさ、初心者様でも作れるって書いてあったのにさ、何だっけ、ポケットポスケバイルの中に段違いのポケット入っとったんが、いきなりついとったんでびっくりしたの。どうやってつけたんですかみたいな。もう本当にちょっとプチパニック。その時アホやでさ、マステで止めて見事に取れたよ。マステの粘着力を信じたら、私の言葉はこれ、マステの粘着力は信じるに値しない。飾りよね、飾り。だってもともとマスキングテープって目張り目張りじゃなくて、あのね、色がついてほしくないとかさ、そういうやつようやん、もともとが。あれ綺麗に剥がれやなあかんやん。剥がれるの前提のものをマスキングテープって言うとったのを、なんかだけど文具の方ではね、あのセロテープまではいかんけど、なんか貼り付けるテープの地位にね、偉そうにあぐらかき始めたでさ、偉そうに言うのって、うん、じゃあで粘着力ね、例えば MT さんとか粘着力しっかりしてくれとるで、すごく信頼はあんやけど、あるんやけど、ね、ちょっとでも、なんていうの、その信じていい場所と信じて信じない場所とはもちろんあってね、今からこれつけるのは両面テープはいらないです。いらないっていうか、ここをね、止めるだけに両面テープ使うだけで、あ、そうするだけで、もうこれを止めるときはもうマステだけで止める。そこはマステちゃんを信じますっていうか、粘着を確認してからに今さっと選んだけど、あれもあるやんと思って、信じれなかったら MT さんのマステを選びます。 MT さんのはね、粘着しっかりされてるんで、私の中では絶大な信頼を置いとる。でもそのもうすごい力かかりそうやなって思うところには、やっぱり4面テープをね入れる。なぜなら MT さんのマステに失敗はさせたくない。要は MT さんのマステをこよなく愛しとると言いながら、近所で買うとこどこもないよ、売ってないよ、泣けてくるやろ。 MT のあ、ちょこっと売っとるところあるよ、かわいい、かわいいマステを。いや、私かわいいんじゃなくて、何やったっけ、柄とかシンプルなんか欲しいと思うとんやけど、なかなか巡り合えない。遠くの
どっかのイオンモール、県外のね、イオンモール、連れて持った時に、売っとったっていう。でも、そこでちょっとだけ2、3個買ってきたいけど、そんな、買い物するつもりで、今も持っててないでさ。いやもうこのぐらいそろ品ぞろいあるのがうちの近所にあればって思うぐらいいっぱいあった。もうこっからここまでって言って買いたかったんやけどさ、買えんかった。それ私昨日さ、本当はライブしようと思っとった思っとったんやけどさ、あれなんか向き逆になってない？こうやんな。ライブしようと思っとった本当はね。でも虚言癖ちゃんパワーにやられた。4回も電話かかってきて無限ループされた。もうお願いや、最後はお願いやでさって、もう余計すんだやったら切ってもええって言ってしまった。もうだってね、その後動画撮っとる最中って言っとんのにさ、延々と喋られてさ、1時間ちょい。いやもうお願い動画撮っとって、もう4件すんじゃったら切ってもいいって言って、切ったもいいんやけどさ、もう夜遅くなって思ってさ、それで。眠気がすごくてさ、まあ今日、7月31日の日にアップされてるものなんやけど、途中の中で結構、寝ぼけでやってて、寝ちゃってるとこもあったもんで、3、4箇所寝とんのよ、本当に。自分1箇所しか寝てないと思ったら、3、4箇所無言になって止まってるとこあったもんで、仕方ない、それだけは切っとくかと思って、切ったつもりではおるんやけど、もし寝とったら許したって。もう前日の疲れを引きずって1日中眠いのに、朝っぱらから、頼んであった用事のね、電話かなと思ってさ、かかってきたんで、よっしゃーと思ってたら全然違う、うちの電話でと。その次、ごめん、ちょっと聞いて、返事もらってくれるって言ったら、かかってきたら、もんで、またよっしゃーと思ってたら、違う、うちの電話でさ、返事はって聞いたら、今、病院行ってるって言うとんで、って、それ先言ってよって。何時頃かかってくるのって分からんって。次出たらまた愚痴の4回目にやーっと頼んどった余計の返事が来て、もうぶっ倒れるかと思った本当にね。でこっからが、ま、好みになるんやけど、私はね、私はね蛇腹がこう開いた時にポッケが中に柄があるのが好きやもんで、そういう理由でこういう合わせ方をするね。まあ今は関係ないけど、今5ミリ貼っていくだけなんやけど、並び方をね、並べとくと便利やろ。ね、でここでとりあえず5ミリで、5ミリでもテープのりでもどっちでもいいんやけど、ちゃーっと止めときます。私テープのりね、端っこにようピピってやるやんもんでね、テープのりでもいいんやけどね。もうこれも好きなのにお任せします。でこのままピタって貼ってこっちへ溶けると、これもねペロリンと貼って、あーまた眠たくなってきた。途中で切るかもしれません。眠たくなったら切って休憩して続きを取っていきたいと思います。なかなかね、もうずっと眠いっていうかね、今日もさ朝低血糖になってさ、今日46やったんよ。さすがに私力入らなくて、こうやって手がこうやってこれこれは受けたけど、こうやってビビってビビができるんだけど、微妙に震えとってさ、やべえ、物が握れねえとか思って、ちょうどさご飯炊いてあったもんで、もうおかずとかそんな作るようなもう余裕がなく、ご飯だけ
とにかく山盛りに襲ってもぐ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 って一生懸命でも箸もちゃんと持ってやへんもんで口に運びやんのよただでさえ箸使い下手やで仕方がないからのお茶碗の箸に箸からこう口にちゃっちゃいちゃってあのお行儀悪い食べ方してなんとか口に放り込んで、で30分ぐらい経ったらねあの脱力感とか手の震えとか止まったでよかったと思ってあれもう40代ってか血糖値40まで記録出しちゃったわとか思いながらねあかんよね難しいんよあのあんまね食べると血糖値上がるでと思って控えとるとヘルシーにすると低血糖になるしもう本当先生に相談しちゃってね先月行ってなかったんやつでちょっと甘いもの食べとるとすぐ上がるしね当たり前やけど手震えとったわもうだからね低血糖になるとね一応治ったら普通には動けんやけどちょっと体にだるさが残るもうただでは済まんわなみたいなただで低血糖の血糖値治ったらはい元気ってわけには私はいかないのよちょっと低血糖起こすとしばらくなんか運動した後のだるさみたいななんかそういう感じのだるさがドローンって残るのね別に運動してないけどちょっといや大変だったとにかくなんかでもね文句は言うとんやけどでもすごい感謝はしないね救援兵器ちゃんに今年に入って初のねウィンドウショッピング一回だけイオンモールに、イオンモールやイオンタウンに近所のね、行ったような気がするんやけど、それも100均に行くためやもんで、入ってエレベーター乗って100均行って、はい帰れるみたいな、そんな感じだったんよね。やもんで、ちゃんとしたいろんなものを見てないのよ。まあイオンモールやで知れとるけどね。狭いし、うちのとこと。イオンモールじゃない、イオンタウンやで。イオンタウンでも広いところはね、いろいろお店があるんやろうけど。だからうち、前のさ、イオンタウンの時の方がよっぽどいろんな店が広多かったんやけど、何をどう縮んだと思ったら、ビバホームができたでか、と思うんだから。あと駐車場。あ、なくないわ。GU とかユニクロも入っとったわ。その辺は私、行かんで。迷子になる時間用意するよまだね、どうかわからんのよ自分が行けるのはカルディとかそれ自分が行くところしかもうわからん GU の方に行くとどっち向いたら私帰ってきたっていうか入ってきた方向に出れるかわからなくて最悪その GU のとこ出口があるで出て外から歩いてくっていうねクソ暑い中そうやって痩せなあかんで冬やとクソ寒いんだかねでそれが嫌でそっちの方に行かんようにするとね迷子になるんでもう何年も経っとんのに未だに迷子になるってどうなんだって変な作りしとんやもう食えたかんで昨日もね久々に鈴鹿のねイオンモール私のもう何年前 6,7 年前にいやこっち来た時やで来たばかり10年近く前かの頃ダイエットねちゃんとできとったできた後に付き合ったアクシーいっぱい買っとったまあほぼ古着引き取りに300着ですって言われたぐらいでそのねアクシーズもね鈴鹿はちゃんとあるし、まあ、今のねアクシーズ私の店員さんと思ったけどだいぶ昔の雰囲気変わったよねって言ってまあ若い子は知らんと思うけど
昔のさ、あのちょいロリータっぽい雰囲気のあんな感じがすごい好きやったんやけどなーって。でね、あの可愛いとかポネティックそういうやつとなんかあって可愛い、あのアクシーズとオーナンとかと可愛いがあって可愛いやとドロリータっぽくなるんやけど、最近のはそうでもないみたいです。あ、そう、ロリータっぽいのもあるんやけどね。けどまあどっちしろ私はもうさすがにサイズ的にリバウンドとかリバウンドのさらにリバウンドしとるで切れへんでさ、あの全然もう用なしなんやけどさ、まだ数着残っとったはずなんよね。そしたら回収もしますとかお直しもしますとか言ったけど、悪いけどお直しと程度で済むようなサイズ変更じゃないんですと思いながらね、うちも切りやんくなったし着やんくなったね、手放したんやけど、昔の可愛かったんスカートにさ街並みが乗っとるのとかさ好きやったんやけどな。それは置いといて置いといてってか、そうそう置いといて、あのロフト、三重県初の初参入ロフトさんが来ました。もうね、宝物を見るかのごとくあのいろんなものが売っとってさ、あもちろんロールバーも売っとんやけど種類は少ないけどね。でもあの何やったっけ、全部がリングじゃなくて上と下にリングついとる、あのね、自分でカスタムできるかな、あれとかもあったしさ、あれもいいな。それ以外もさ、別のメーカーさんもさ、いろんな、そうなんていうの、カスタムできそうなものが、あれもこれもあれもこれもってまさみちゃんを放り出して、あんだまみたいな放り出して一人で喜んどって、文具好きじゃないのって聞いたら、あんまりいいって言われたって、ごめんねって言いながら、もうちょっとお願いで見たしてって言って、キャッキャキャッキャ騒いであっちゃこっちゃ見とった。そこにね、本当はディズニーストアがあったんやけどなくなったディズニーのストアあんま興味なかったね。ロフトになってやったーと思って、で一回フラフラーって歩いとったらさ、なんとフランフランも入っとんだ。私フランフランなんて行ったことないでさ、と思って、もう喜んでもうキャッキャキャッキャ、またババアがキャッキャキャッキャってどうかと思うけど、もうまるで女の子に戻ったかのごとく、あーかわいいかわいいって見とった。で一つだけあのペンケース、ピンクのモットにやけど、キルティングのとか言ったら、横にあったあのベージュのシャーリングになっとる、あれかわいいと思って買うぞと思ってね、その時は金持ってなくて、ね、お金なかったね、年金入ったら買うぞと思って、ね、あと何とかな、スタジオクリップの観葉植物とかね、かわいい入れ物に入ってるのかわいいなと思って、買うぞと思ったんやけど、その前にここ片付けるぞって言うと、どこに置くんっていう話になるよね。本当にもう大変よ、一人でキャッキャキャッキャやろうって。あとねゴディバも入っとったね、昔からあるところもあったけど、ケンタッキーフライドチキンがすっごい狭い間口であって、こんなとこにケンタッキーあったっけと思ってさ、思わずちょっと笑いながら見とった。なんかね、鈴鹿ばっかりいい店いっぱいやんと思ってさ、あでも自分の地元の四日市はさ、言っちゃ悪いけど四日市の北の、四日市北って言うとるぐらいね、北の端にあるのね。それでそっちに行くも、まあ、近いは近いんやけど、近いっていうか近くはないやに、
四日市を通り過ぎて最果ての地富田、最果てじゃないか、お手前の富田っていうとこで降りやなあかんで、行くんやったら JR で行くんやけど、 JR の方が近いでね行くことになるんやけど、なんかねあっちのイオンモールはちっちゃいんよ。鈴鹿はできんよ、とにかくあのイオンシネマズも入っとるし、なのでさ、もうなんかこね、ここじゃないけど行くやったらこっちよねとか思ったね、いろいろ欲しいものがいっぱいいっぱいすぎて厳選して今度買い物に行こう。その前に田中へやっていう話があってあの棚ね、スチール棚、あのペーパーをね入れる棚ね、一旦入りやんとさ、あの今の床に置いてある状況だと積み重なったので何が何だか分からへんやん。で一旦棚に入れて分かる作家さんだけ、作家さん別にして、で、チョキペはチョキペのコーナーに移動、一緒に買うやん、ペーパーとチョキペと。そのまましまったやつ分からへんやん。で、それもちゃんと整理してから、断捨離しようと思って。で、棚が開けば、ね、みんな移動してきて、みたいな。で、さっき言っとった、趣味ね、あの、外をきれいに見せたい方は、こういう風にね、して、中をこういう風にしてください。中をきれいに見せたい方はこういう風にね、何していくかっていうと、まあこっちでもこっちでもいいんやけど、私はこっちが好きやで、よいしょと、よいしょ、ちょっと休憩。ここでね、ここでコンコンってしても絶対ずれるけど、まあカッターマットある人はね、15ミリやで真ん中やと 7.5 やん。でこっから 7.5 この辺っていう感じに、ちょっと先っちょね、ここ 1,2 ミリ開けて 7.5 ぐらいいいと思ってビヨーンとして、ね、ガイドにして貼ると貼りやすいっすよっていうのが言いたかった。邪魔、こっちもねちょこっとだけ 1,2 ミリ、2ミリ、3ミリ開けて、でこうビャーって剥がして、でこの時にずれとったらもう一回ねペーパーをね、よいしょ、合わせ直して帰ってずれた帰ってずれた。合わせ直してよいしょ、なんかずれてへん、なんかずれとるよいしょ、合わせてそのままこう手でね、マステをつかんで真ん中から端、真ん中から端と押すと綺麗に貼れます。で今度こっち向けて、ここに開けてあるのはこれがつきやすくなるようにするためだけね、ためだけねってまた同じようにね 7.5 から7.5ぐらい持って貼ってもらって、こうや貼ってもらって、これちょっと出してもらって、これ15ミリなんで、この15ミリ分だけはみ出してピッて切ってもらえば、別に15ミリじゃ定規じゃなかったら、だいたいそのぐらいはみ出して貼ってください。そして裏に、にゃんと。あ、ここね、真ん中に綺麗に貼りやんでもね、バレへん。で、最後ね、ここ。ここをクイッと曲げとくと、ここが先にくくなる。反対も同じようにね。
にしょっと、よいしょーっと、よいしょ、よいしょ、あくびしてる場合だなって、本当にもう、もういいだから。本当はね、側から作っていくのが好きなんだけどね、まあ、こんな感じでこうなるか、こっちが内側になるかの違いです。ここはもうこれで、こういう作り方で、あれ、レモンちゃん、こっちね、なんかレモンちゃん、どうしようかな、並びをレモンにするか、いやいやって言うなって、交互にしたい、いやいやって言うなって、交互にしたいって、こうやってしよう、並びはお任せします。ちょっとお茶目、これはね、あの、何やったっけ、外側作るとこですか、そこじゃないです。まあ、これを延々とね、だらだらと作っていくだけなので、もうそんな ずっと見やんでも分かるわーっていう人はね、プラーって早送りしてください。早送りしてくださいって言っときながら。あ、別にね、ちょっと、シワは嫌やで。シワは許しまへんで。この腰は許しまへんで、みたいな感じだね。よいしょ。真ん中をはっきりに貼ってしまえば。足も行く。これめんどくさいよ、いちいち合わすの私。鉄塔にね、鉄塔に多少歪んでもええわと思ったもんでね。どういう性格って言われてたけどね。いや、その多少歪んでもええわと思って。やっとんやけど、ほら上手。自分で自画自賛するバカ野郎。いや、もうそうなってきたらもう一流やに。一流で自分のこと一流って言うとみたい、あの、自画自賛できるレベルになったらいい感じ。ずぶとくなれてますってことよ。ね、そういう感じで、もう、あの、ここまではね、だいたい折り紙消費にすごく貢献できるところの作り方と、で、何言うとき、袋の作り方だと思いますので、あの、皆さんもね、あの、蛇腹を作る時に折り紙消費したいわってよう思われる方は、こういう感じでね、折り紙でポケット作るといいと思います。で、これが難しいっていう方は、あの、何だっけ、A4 をね、筒にしてとか、 A4 じゃなくても何でも、折り紙でも筒にしてでもいいんやけど、筒にしてこう2つにいっぺんって割ってね、やる方法もあります。私いろいろね、もう何年前、6年前ぐらいにジャブラファイルの交換会に参加させてもらった時にめちゃくちゃ調べたで。大概ね、今ね、これ発見しましたみたいに言っとる人たちのとも、もうその頃にはもうみんなやっとると思って、これもそう、これもそう、これもね、人がやっとるの見て真似しただけ。そんな私が考案できるわけがない。いろいろね、こういうの考えましたってできるわけがないでさ、そんなも全部人の真似に決まってんやと思って、いわゆる人のパクリ、パクリって言っても、あの、使わないでくださいって言われとるのしたことないよ。まあ、その言う人おらんけどさ、YouTube で見せとるイコールみんな使ってねっていうことやと思うけどさ、っていう勝手にいい解釈をして、人のね、
見て、あ、こう作るんだ、ふふんみたいな感じでやりまくっとんやけどさ、まあ、基本ね、だってもう YouTube で紹介しとってさ、絶対一緒のことせんといてなんて言う人がおったらびっくりするよね。だったら見せやんと、そーっと作ってやるやって話なんで。口悪い、どうしよう、ブラックとこが出とるね、だからもう真似していいのよ。大変な人はね、本当にどこでもジャパラファイルの作り方で検索すると、どこでもこれもやっとるやろうし、こう筒にしてね、ペンって折るやつもうどこでもやっとんで、好きなの見てこのホッケちゃんの作り方はしてください。ホッケちゃんの作り方で、ハードカバーも、まあ、私はね、基本このサイズプラス蜂の巣背腹をね作るもんで、その時に作る表紙、外のハードカバーのメインのね蓋になる部分は長くするんやけど、こればっかやったらもう短くします。上ちょんって上ちょんってってそう考えるとマグネットホックよりも玉紐の方がいいかもしれやん、使い勝手が。マグネットホック一時ポンと上げるよりもさ、玉紐クリン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 ってクリンクリンもあとクリッて巻いてウイッて外した方がねいいかもしれやんで、それにしてみよう。あ、玉紐、うん、あれにしよう、割りピンだんだん楽なものにして、玉紐よう作らんやん、私苦手なんやもん。玉紐やめて割りピンにしよう。割りピン持てない人は玉紐にして。でもね、割りピンとかね、玉紐作ったりとかね、ああ、でも玉紐の作り方が一緒にできるか。でも私、下手やでな。私の見るより絶対他の人の見た方がいいと思うよな。もうすぐ下手やで。穴が真ん中で開けるやんで。印つけて。印つけて、はい、真ん中で開けましょうって言って、開けるやん。斜めのどっか、なんか、いびつなところに穴開いて。誰がやったんって言い聞きどんどんやけど、まあ、自分しかおらんわなと思ってね。あと作ると悲しくなるんや。なんでこんなに下手なんやと思いながら、もうね、その玉紐の作り方を知ってから早もう 3,4 年経つけど、未だに真ん中に綺麗に穴が開いた試しがない。あれ、なんでみんな真ん中に綺麗に穴開くのかな。丸字、点じゃなくて丸く書いとくのかなって思うぐらい、これなんかめっちゃいらんのや、全然分からんちゃう。あとね、マステ商品にもなるでいいよこれ。付け足したように、私はマステ商品はそんなに先輩心配でね、マステ断捨離もしますので、この時にいろんな方にちょうだいって言われると、正直ね、送るのとかわけわけするの大変やで、一人だけどうかよ、前々から言うとった人にね、あげようと、あれな、なんかシワになるのダメだよ、シワになったらダメだよ。じゃあ、買ってきたおっちゃん、なんかさ、喉が渇くっていうよりさ、口が乾燥するっていうのが、ね、最近多いよ、私なんか昔の喉が渇くは別に口が、あ、ちょっと邪魔、口がカピカピになるわけじゃなく、本当に喉乾いたって思っとっただけやのに、
最近はね、なんか喉乾いたと思わないけど、口の中乾いたんだけど、なんか病気これ糖尿病なのは間違いないけど、先生聞いて、糖尿病の症状に言ってますよ。あの先生、糖尿病の症状言ってくれやんでな私がさ、足しびれとるって言った時もさ、あのピリッと痛いって言った時もさ、全然だもん。それは糖尿病の神経症状とか言ってくれんで、いきなり悪なってさ、働きに行っとる間に。でもあれはもう何で悪なったか分かってないけど、インスリンをね、ちょいとお待ち、インスリンをさ、打つなんていうの、タイミングっていうの、タイミング、なタイミングやな、打つタイミングがさ、わからんっていうのかな、まずわからんっていうか、食べる前に打つのは当たり前だけど、その作業中に低血糖を起こしてもどうしようもないよね。まあ目の前にお菓子はあるって食べりゃいっちゃうんでしょ、あんねんけど、食べたらあかんで、でその時にさ、もうしんどくてもさ、ふらついてでも仕事終わるまで頑張らなあかん、ふらつきながら仕事を終えて、で、あの時ね、ダメやったんが、アクエリアスとかポカリスエットを1本とか2本をガブ飲みしとったん。低血糖起きとるし、だから水晶症かもしれんやんでって言って、あれがさ、あの糖分取りすぎの原因やったよな。それで足が痛くなったよなと思ってさ、嫌やわと思いながら、おばちゃんやな、嫌やわと思いながらずっとやってたけど、でコーラも飲んどったしね、なんか炭酸が飲みたいっていう、なんか喉がシュワシュワって気持ちよくさせたいとかって言ってね、一応ゼロはゼロ飲んどったけどね、やっぱそういうのの他のジュースも飲んだりはしとったでさ、水分が一番欲しくなるもんでね、疲れきっとるのとか欲しいっていうの、あれがかったね、あれで一気に肺が悪くなって、ビリビリがビリビリになって、バキバキになって、足の骨が砕けたと思うぐらい痛くて、だからもう足歩いとる感覚がなくなってくるよね、なんか粉砕骨折した足で歩いとるみたいな、こんなこと絶対ないよね。ね。でも歩きやんって思いながらさ、歩きやってあるとんやけどさ、で更衣室まで行ってさ、その2階に休憩室があるのかな、でそこで休憩しとったらタイムカードを押せないわけよ、1階やもんね、で1階まで行ったらタイムカードを押さなかったんやけど、押してまた上がってく、あの足の痛みがないわけじゃないで、無理なんよね、そんなハードなことは。なので更衣室でさ、ほんとは更衣室は座ったらあかんやけど、もうこれから洗濯に出すやつやで、クリーニングに出すやつやでわと思ってさ、もうベターっと座ってさ、いってーって足を押さえとったんよ、さすっても痛いんよね、押さえるしかない、本当に。びっくりした、なんか白髪が見えると思ったら普通のスマホのポーズやった。やっぱ眠たくなってきたもんね、寝ぼけてきとるわ。どの辺で終わろうかな。いや、あー44分もかかっとるやん。まあ、こんだけ喋ったらそれかかるわな。Bye.
なんかさ、ほんといろいろ気づかれが多くてさ、あっちゃもこっちゃもこっちゃもあっちゃもで、もうそのからストレスレス生活をさせてくれみたいな。またまた白髪と思ったら違う。なんか完全に疲れそう。これを貼ったらもう一旦終わりにします。くっつけるのはちょっとまた後で、あとで。疲れた。またシワにしようと。中に下手くそあるとさ、シワができるよね。よいしょ、よいしょ。はい、ちゅうことで、よいしょ、あっちこにひひ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 、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録ポチッとお願いします。それでは皆様ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。